ちょっとこれね、裏技って書いてあるんですよね。もう裏技ないですよね。任天堂情報局から来てしまったら。まあそうなんですけど、これ見てますと、青キノピオが使えるって書いてあるんですけど、U で、登場した青キノピオは通常登場しませんって言ってるけど、そんなことも知らないからね。キノピオって何色かなっていうのも最初、デフォルトが何色かなっていうのもよく分かってない。黄色かな。で、黄色キノピオに合わせて L ボタンを押すと遊ぶようになります。L ボタンを長押しするとか、なります。上上下下左右左右ではないんですよね。そこはやっぱ右左右、マリオ、ルイジ、取ってん、ルイジ取ってんなってもらってさ。ってことを一遍ちょっとやってみようかなっていう動画なんですけど、これをね、今僕はさ、全部クリアしちゃって、お題モード、ブーストモードをやり始めようとしてたんで、ブーストモードのここでやってみようかなと思ってるんですけど、ブーストモードでもいけるのかっていう、いける。長押ししようとしたら、全然短押しでいける。いこういこう、短押しでいこう。青キノピオでいく、ブーストモード。どうしようかな。これで、ここまで、ここまででいっか。まあ、ちょっと一回ちょっとやってみます。ちなみにさ、ブーストモード、ブーストモードは別撮りしようかな。どんだけ可愛いんか見てみよう。可愛いかな。可愛い。こら、可愛らしいわ。ちっちゃい。可愛いわ。ほんと、キノコより、可愛くない。大きくなると可愛くない。こっち向いた。ってことで、皆さん、どうですかね。これを使ってみたら。挟まれたらどうなるの。あかんの。危ないよ。危ない。あれ？終わらんねんね、ブーストモードは。そっか。こっちの可愛らしいね、これほら。可愛らしいな。皆さんも使ってみてはどうでしょうか。失礼いたします。